置かれている立場も違う中ではありますが、それぞれの目標に向けて今一歩一歩前に進んでいます。両クラブの選手たちがピッチへと入場してきました。まあ、新加入選手含めての連携というかフィット感というところは重要になってきていますし、こういったメンバーを組んできましたね。そうですね、まあ、シーズン序盤からあのボービッチなんかあんまりこう、上野主審の笛が吹かれました。ホームのジュビロ磐田のボールでゲームがスタートをしています。左にエンド、黒いシャツがホームジュビロ磐田、そして右から左へと攻めていきます。白いシャツが上野鹿島アントラーズということになります。一つシュート、さすがいったナイスキーパー。早速まず松本のシュート、関川からの長いボール道路につながった、右に斜めの動きはこの柴崎岳、クロスが入る。さあ名護の落とし、おっと倒れたのがまだあるか。ああ吹いた PK。すぐ近くで見ていた谷村主審、ただこの PK です、はい。まあ、もし VAR がこの改善する場合は明らかな間違いということになりますが、関川麦が触ったらゴールイン、先制鹿島アントラーズ。正面じゃないですかね、これ。そうですね、足で触りましたもんね、宮野選手も。フリーリングシュート、フリーでのヘッドという形でしたけども、まだあります。ドッキしちゃいましたけどね、一緒ですね。さあ、そして、ここで前半終了の笛が吹かれました。この鈴木の PK が決まった前半 0-1 というスコアになりましたけれども、改めて前半振り返って奈良岡さんいかがでしたでしょうか。宮原、こういったところがメンバー外となっています。さあ後半がスタートをしています。後半は右にエンド、さあここ裏を取ってから、ちょっと滑ってしまったか。さあここは諸岡のキックで、おー PK、滑り失礼、これはファールでした。当たったんですかね、PK ですね。中華ですよね、審の方が。ハンドなし、PK ではありません。カブが、まあ、そこのスタメンとか分からなかったと思いますけど、はい、まあ、そこのゲームプランっていうのはこうしっかり十分ね練ってきてると思いますから、上田からのボール、ノーの早いタイミングでクロスは入れずに、さあこの物置に出してから柴崎が入っていく、そしてターンをして名護行く、やばい、いやうまさ見せましたよ。追加点です、鹿島アントラーズ名護。どうですか、ね、ですか、多分最後ハンドがありましたか、はい。まあ、アントラーズの方は、まあ、柴崎選手からこう三沢選手、まあ、3列目の交代ですから、はい、まあ、よりこう守備っていうところにこう重きを置いてると思うんですよね、はい。藤井選手もスピードありますから、その守備っていうところとそのカウンターですよね、はい、カウンターでやっぱりスピードで、でそこでやっぱ藤井選手 の, その持ち味でスピードっていうのを生かしてほしいですよね、はい。さあジョルディ・クルークス切り返す、切り返してここからクロスが入る、無限中が来た、見事入ったばかり、入ったばかり、山田が決めました。交代策的中、難しい角度からのボールを流し込みました。同点に追いついたジュビロ磐田。1分半ほど90分まで時間がありますが、今入った情報ですとアディショナルタイム10分。さあ中へのボール、あっと流れていく、まだあるシュート来た、あの角度から決めていった、お見事お見事、決めたのは古川です。また一人途中出場のプレイヤーが得点を挙げました。同点から一気に逆転、ホームジュビロ磐田、隙を与えた感じがありましたよね。スローインからでしたから、ここで長い笛が吹かれました。逆転で勝ち点3ゲット、ジュビロ磐田5試合勝利なしの中6試合ぶりの勝利。